はい。じゃあですね、ここからですね、新たな内容をやっていきます。新たな内容としてはこれですね。交感神経系の情報伝達機構。これを押さえていきましょう。今までは自律神経の拮抗的二重支配。これを押さえていったんですが、今回からは交感神経系、どうやって情報を伝達してるんですかってことこれを確認していくようにします。じゃあ、この項目、何見ていくのかというと、この項目はこんなことを見ていきます。中枢神経から末梢臓器に神経が伸びてるんですが、 中枢神経から抹消動にどうやって神経が伸びてるんですかってこと、これを確認していくということです。で、交換神経系では、中枢神経から抹消動に神経伸びてるってなってるんだけど、これの基本的行動というものと、あとは例外的なものがあります。感染とか副腎随士伸びてる交換神経系。これちょっと例外ということになりますんで、まずは基本行動、これちゃんと押さえてもらって、そして例外どうなのかなと、押さえてもらうといいかなっていう感じですね。じゃまず基本行動。 ここるね、基本構造。これ見ていきますが、この基本構造どうなってるのかってことなんですけど、まず中枢神経、どっから伸びてるのか、これ知っとかなきゃいけない。じゃあ、どっから伸びてるかというと、これ、胸髄、腰髄から伸びてるというふうになってるんですね。で、これ覚えなきゃいけないんで、こんな感じで覚えとくといいかなと思います。まあ、髄の前のね、頭文字、これ取って、胸、腰としてですね、この胸、腰。これをね、覚えてもらうと。で、胸腰のある交換神経みたいな感じで覚えてもらうといいかなと思います。 で、共用のある交感神経、かっこいいよねってね。まあ、こんな感じで頭の中に入れとくといいでしょう。ってことで、交感神経は強用のあるってことで、胸図四髄から伸びてるんだなということになります。 じゃあ、このね、共用のある交換神経系、共用のあるってところですね。これちょっと覚えてもらって、中枢神経、胸髄、腰髄から交換神経系が発達してるんだよってことになるんだけど、この胸髄、腰髄から交換神経、これは伸びてるっていうことなんですが、どんな風に伸びてるかというと、2本の神経によって交換神経系っていうのはね、伸びてると。基本行動としては2本の神経によって交換神経系がわっと発達してるんだなってことなんですね。 じゃあ、二本の神経によってというふうに言ってるんだけど、どういうふうにね、この二本のね、神経を分類分けしているかというと、こんなふうに分類してます。中枢神経系、末梢臓器、その間には、節というとこがあります。節ってとこがあるんですね。まあ、季節の節ですよ。このね、間ってことです。節ってのがあると。で、この節っていうのがあって、その節の前を、節前線位といって、 で説の後とを説後繊維って言っていきましょうみたいな感じでこの2本の神経を分けています。ということで交感神経系は基本行動として2本の神経って成り立ってるんですがどういうふうに分類分けされてるかというと間に説っていうのがあってその説の前を接前繊維その説の後を説後繊維と言ってるというふうに押さえといてください。じゃあ説前繊維どうなってるかというと接前繊維はですねこうなってます。 短い節前線で、この節前線はコリン作動性神経となってるんで、神経終末からはアセチルコリンが分泌されるというふうになってますんで、これをね、押さえましょう。節節前線は短くて、で、神経終末からはアセチルコリンが出てくる神経なんだなっていうふうになっております。じゃ節後繊維はというと、この節後繊維は長いんですね。ということで、節後繊維は長い 接合繊維というふうになってます。で、これ短い長いは必ず押さえてください。節電繊維は短く、接合繊維は長い。これ必ず押さえる。で、この接合繊維はアドレナリン作動神経となっているんで、どうかというと、アドレナリン作動神経となっていることから、神経周部からはノルアドレナリンが出てくると。で、このノルアドレナリンがアルファ受容体とかベータ受容体を刺激することによって、末梢臓器で 反応が起こるですね。生体反応が認められるということになっているということです。で、あとですね、押さえておかなきゃいけないのは、このですね、接合繊維のですね、始まりの部分。ここに何があるかというと、ここには、ニコチン N 状態。これがあります。で、このニコチン N 状態。これがアセチルコンによって刺激されることによって、 接合繊維に情報が伝わって、で、ノダルナリンが分泌されて、アルファ状態、ベータ状態が、まあ、刺激されることで、末梢動器で生体反応を認められるとなっているので、この節の部分には何があるかといったら、ニコチン N 状態があるということ。このことをちゃんと分かっとかなきゃいけないということになっているんですね。ということで、これが何かというと、これが交換神経の基本行動となっているんですが、抑えなきゃいけないところはどこかというと、まず中枢神経、道からですね、 交換神経系発達してるんですかってこと、これを抑えなきゃいけないということですね。で、あとは、節の前が短く、節の後が長い。で、節の前は何かというと、コリン作動性神経なんで、アセチュルコリンを分泌する。で、このアセチュルコリン分泌してきて、で、節後繊維の始まりの部分、そこにあるニコチン N 状態、これを刺激することによって、節後繊維では 終末部から乗るアドレナリンが出て、それでアルファ状態、ベータ状態が刺激されて、生体反応が現れるということ、これをちゃんと押さえておかなきゃいけないよということになります。じゃあこの基本構造を押さえた上で、次は例外的なものを見ていきますんで、皆さんまず基本構造を押さえるとこちゃんと押さえてもらって、で、次の内容で例外はどうなのかなってこと、これを確認してもらうといいでしょう。 はい。じゃあですね、今までは何見ていったかというと、今までは交換神経の基本構造をこれを抑えることができたってことなんですが、ここから何見ていくかというと、例外ですね。これを抑えていきます。じゃあ例外何があるのかというと、例外は2つありますね。感染支配の交換神経と、副腎随筆支配の交換神経。これがあります。この2つは例外とされていますね。 じゃあ、どんな風な違いがあるのか、これ見ていくんですが、まず共通点、これを押さえましょう。共通点としては、中枢神経のどこから伸びてるんですかってことも見ますが、これは共髄溶髄から伸びてるということで、これはもう一緒ですね。基本行動と同じ。で、節電繊維はどうかというと、節電繊維。これは、コリン作動性神経なんで、神経周部からはアセチルコリンを分泌するんですよ。ここも同じです。 で、この後が違いますね。じゃあ、感染支配の交換神経どうかというと、感染支配の交換神経では、接合繊維、この始まり部分にニコチン N 状態があるんですが、このニコチン N 状態、これ刺激されたらどうなるかというと、刺激されると、神経終末からは、アセチルコリンが出ているということで、この接合繊維の神経終末から出てくる物質、これが違いますね。 基本構造はどうかというと、接合繊維の神経衆部から出るのはノルアドレナリンってなってたんですが、この感染支配のものはどうかというと、接合繊維から出てくる、接互繊維のね、週末から出てくる物質がアセチュルコリンとなってるんだよっていうことで違ってくるということになります。 で、この感線なんですが、自律神経の拮抗的二重支配ですね。ちょっとこれを思い出してほしいんですけども、自律神経の拮抗的二重支配のところって、交換神経のところ、感線見たら、アルファ1状態刺激って部分と、あとは M3 状態刺激っていうのがあったと思います。で、アルファ1状態刺激はどうかというと、極小分泌を促進しますよと。で、M3 状態刺激によってどうかというと、M3 状態刺激することによって、全身の分泌ですね。これが促進するよと。いう 話をしましまたとということですねじゃあ、この神経ってどうなのかというと、この神経はムスカリン状態、これを刺激しているということなんで、汗の全身の分泌、これに関わる神経がこの形をしています。で、アルファ1状態を刺激するものは基本構造と同じということなので、感線に伸びている自律神経ってどうかというと、アルファ1状態を刺激する基本構造と、 あとはどうかというと、あとは例外的な行動。全身の分泌に関わる神経、接合繊維の神経終末からアセチルコリンが出るというね、このパターンがあるということになります。でこの 二つのようなパターンですね。例外のパターンで神経がこう興奮すると。このパターンで神経興奮していくと、全身の分泌なんかが起こってくるよということになりますんで、汗腺の部分は二つの自律神経。これがありますね。普通の基本行動の自律神経系。これがあるということと、あとはどうかというと、例外ですね。このように、接合繊維の神経終末からアセチュルコリンが出て、そして汗が分泌されるというね、このような行動がありますんで、注意をしてください。なので 例外的に接合繊維からアセチルコリンが出ていくんだけどそれというのは交感神経系に該当している交感神経が興奮することによって交感神経が優位になることによって汗が出るということでちょっとこれ変わってますんで注意をしてもらうといいかなというふうに思いますなので感染支配の交感神経っていうのは接合繊維からアセチルコリンが出るパターンがあるんだよってことこれを知っておくといいでしょう。でまたたねちょっっと気になるんだったら自律神経の 拮抗的に二重支配の部分見てもらうと、ああ、確かにね。感染の部分っていうのは、普通の交感神経系と、そしてですね、あともう一個。 この例外的な交換神経系伸びてるんだなってことわかると思いますので、それを確認してもらうといいかなと思います。これが感染支配の交換神経の例外のお話ですね。例外的なお話ということになります。じゃあ、副腎髄質どうかというと、副腎髄質はですね、節前繊維からアセチルコリンが出て、で、それがですね、もう副腎髄質をですね、刺激しちゃうってことで、接後繊維がないんですね。 で節電繊維からアセチルコリンが出て、で、それがもう副腎髄質の NN 状態ですね。ニコチン N 状態。これを刺激して、で、副腎髄質からノルアドレナリンとかアドレナリンが出てくるっていうふうになって、で、このノルアドレナリン、アドレナリンがアルファ状態とかベータ状態を刺激していくんですよ。ということで、接合繊維がない。直接ですね、副腎髄質の NN 状態を刺激していくということになります。で、末梢動機でですね、アドレナリン出るのはここぐらいしかありませんね。 脳の中ではアドレナリン作られるんですけども、末小動器でアドレナリンが出る、中水以外のところでアドレナリンが作られるっていうのはこの副腎随質ぐらいしかありません。普通はですね、乗るアドレナリンが出て、そしてアルファ状態刺激、ベータ状態刺激ってことで体の中で反応が起こるんですが、この副腎随質部分では、 マッションの中では例外的にアドレナリンが出てくるということを、まあこれも知っておいてください。で、まあ神経的なこと言うならばどうかというと、節電繊維しかなくて、節合繊維はありません。節電繊維が直接副腎髄質を刺激する。それによって、副腎髄質から乗るアドレナリン、アドレナリンが出てくるよというふうになってますんで、そのことを知っておいてもらうといいかなと思います。これが例外ですね。交換神経の例外となってますんで、皆さん基本行動をちゃんと押さえてもらって、例外どうなのかなって、これを押さえてもらうと、どうかというと、交換神 神経の情報伝達系、中枢神経から末梢動にどうやって情報を伝達されてるんですかってことを理解することができるということになります。